を使ってるので隣に置いた色によっては全然違った感じに見えるのよ。激変だな。岡村幸恵は若年性認知症である。彼女はどんどん忘れていく。妻として、母として、嫁としてどんな半生を送ってきたのか。彼女はどんどん忘れていく。忘れていくのはなぜなのか。忘れるとはどんなことなのか。忘れないものは何なのか。スパイラルムーンがお送りする彼女の記憶と彼女の家族の、そして私たちの物語、SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。